でも楽屋挨拶でさ仲良くなるなんかなくない？ないよな。そもそも挨拶しかせえへんもん。せえへんよな。で、絶対自分たちが若手の時に、うん、楽屋挨拶しにくいって経験してるのに、うん、めっちゃしにくい先輩おるよね。いやおるけど、その通ってきましたよっていう、うん、怖くはないけどその関心がないみたいな人もいるよね、うん、ぐらいの。そう、すごい嫌な感じに出す人おるからね。来られてもみたいな。いや、そういうしきたりやからって。むずいよな。行っていい人と行かん方が良さそうな人もおるし、うんうん、あと、マネージャーさんが立たれてたりする時あるやん、楽屋の前に、うん、そのタレントさんとかの、はい、で、挨拶いいですかって言ったら、すいません、今打ち合わせでつって伝えときますってうん、言う時あるでしょ。あるある。そのマネージャーさんの顔がすっごい仕事できなさそうな、そんな顔の時にほんまやぞって思う。絶対言ってなほんまに伝えといてくれるんか心配な時ある。一回言って、うちは名前言ってって思う。前室はどうしてる？前室結構待ちの時とかあるやん。喋りにってこと？そうしゃべりでその人は行きます。みんなちょこちょこその辺で喋ってるなみたいな時、誰と喋るの？あ、でもやっぱり個人事務所で横のつながりないんで、そこがチャンスなんで、うんうん、聞きに行きますけど、いや、私は結構喋る。いや、かのちゃんは分かるよ、うん、でもね、俳優さんとか女優さんには行かれへんかも。行かれへんやろ。いや、そのバラエティとかでさ、クイズとかやったら、おるやん、うん、別に行ってもええやん。行ったあかんよ。あかんの？行かれへんよ。え、雑談やで。いや、そんな誰やねんってなるで。あ、やっぱあかんねや。知らん。行く人おる？あ、俳優さんとか。俳優さんとクイズロックの人とか喋りやすいですけどね。俳優さんちゃうやん。クイズの人やねん。クイズ番組におるクイズの人やからさ。クイズロックは喋りやすい。でもほんまはさ、ヒゲしすぎっていう話、うん、何やな。ごめん、鏡に映ったかのちゃんやった。怖いってもう。ビビリとビビリ怖いって。何この連鎖。ビビリとビビリにビビるっていう。めちゃくちゃやだ。虫通ったと思って。やば。犬やん、水面に映った自分に映える。いや、そのなんか自分が芸人やからっていうことで、うん、ちょっとヒゲして、あ、するする、俳優さんとかに喋ったらあかんって。うん、思いすぎかもしれへんなと思う。いや、私はもう完全にそれやな。なあ、ネプリーグの時になんか、うん、広瀬アリスさんのタクがめっちゃ盛り上がってて、なんか、うん、高校の4月思い出した。早々にできてる時あるもんな。同じドラマの人たちやから分かんねんけど、うんうん、わ、すごいすごいすごいぞって思って、あ、その時に暗い私が出てきた。あ、4月の人見知りのな。そう、あ、5月からそこに入んねんけどね、うんうんうん、なるほどね、うん、何の話やねん。何の話やねん。本編はこちら。ピシャ。お二人によります楽屋挨拶、参りましょう。3、2、1、アクション。コンコンコン。はい、朝のチャイムが鳴りました。私たち新日 ABC 枠、略して A 中です。あ、そうですか、ありがとうございます。はい、失礼します。キンコンカンコン。はい、ありがとうね、挨拶来てくれて。いい朝ですね。ね、ありがとうね、来てくれてね。何なの？芸歴長いですか？長いでしょ。知らないの？私のこと。あ、知ってますよ。もちろん知ってます。私のこと知らないで挨拶来てるの？え、チャイム鳴ったって言ってるじゃないですか。チャイム鳴った？チャイム鳴ったって言ってるじゃないですか。チャイム鳴ったら何なの？キンコンカンコン。鳴ってないよ。何なんですか、その朝のチャイムがなんちゃらっていうのは。あ、これいつもやってる自己紹介、うん、キリッツキリッツ。何だったらいいの？キリッツキリッツ。何やの、何なのよ。席つけ。どっちやのよ。席つけ。おはようございます、なしで席ついてええの？席つけ。え、私たちのこと知ってましたか？知りません。え、
二部。二部？二部。何がですの？知らないわよ。そんな私もそんな若い子のカルチャーは知りませんよ。私たちエビ中ですよ。知らんって言って私はもうテレビとかも見ませんのよ。ほんであんたらはもうそのどういうグループやの？あ、エビ中いうの？歌って踊ってあの、うん、コンセプトが中学生なんですけど、はい、中学生なの？はい、あ、一応中学生です。中学生何年生なの？今中学12年生です。いや、どういうことやの？嘘です。嘘？どっち？何？12年生です。12年生？嘘？どっち？え、分かるでしょ？分かれへん。12年生です。3年生までじゃないの？中学10年生です。え、嘘です。ちょ、早いよ。私が噛み砕いてから嘘ですって言うてよ。まあ設定ですやん。いや、そういう設定なんやね。まあ、さ、まあ、温まりましたかね。温まってないよ。温まってへんよ、まだ。ちょっと一節歌っていいですか？なんでな。せーの。君がなんで国家やん。そんなん私も歌える。私の方がさっき知ってるわ、そんな曲。え、エビ中ですよ。知らんか。知らへんって言ってるでしょ。何エビ中って何やの？なんかその先輩とかおんの？桃色クローバー Z さん。あ、それは知ってるよ。桃黒ちゃんくらいは私も知ってるけどね、エビ中は知らんな。え、ゆめっちは？ゆめっち誰ですの？ゆめっち知らない？どの？最近そういう子がおるの？え、はい、かなでは？かなで？かなで？知りません、そんなの。え、ご存知ないですか？知りませんよ。あの、すいません、何で上り詰めた方ですか？いや、お笑いやん。お笑いやんか、見たわかるやんか。こんなジャージ着いひんでしょ。なんやの、おちょくりに来たんかいな。まあ、取れ高 OK です。取れ高とかないねん。取れ高とかないねん。ピリピリしてます？してるわ。見たらわかるでしょ。あ、もう一節歌ってもいいですか？いいよ、君がよでしょ。何歌ってんの？いいよ別に、ほんな覚えるわ、あんたらの。 Want to be wrong。 何？それ何？ I want to be wrong。 え、何？ Won't be long？ Won't be long のこと？ Won't be long のこと？ワンビーローン、ワンビーローンのことちゃうの？そうです。お前のために全て。長いって。おりおりおり、おい。おりおりおり、おい。ありがとうございました。何がやねん。以上です。おー、二人めっちゃ良かったんけど、ちょっと最後のおりおりおりおい。あれ良かったな。ハマったと思って2回言ってもってんけど、書き消されたわ。何の歌だろうと思って。何言ったっけ？ビーロン。合ってた。ウォンビーロンの方で合ってた。そうです。 I want to be alone。 続きは TVer で。ピシャッ。